田中被災地は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。旧姓、小金井。死刑執行前の田中被災地死刑執行後の田中、被災地の遺体兵庫県出身。田中八作の養子となる。1910年5月、陸軍士官学校を卒業し、同年12月、不評少尉に任官、不評第37連隊付となる。 陸軍富山学校で学び、富山学校教官、教育総監部付けなどを経て、1918年11月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部付け勤務、参謀本部員、アメリカ出張、参謀本部員、不評第一連隊付け、陸大専攻学生、陸大教官、陸軍省軍務局会員、陸軍不評学校教官、この絵不評第一連隊長。 陸大教官などを歴任し、1937年12月、陸軍少将に進級。台湾軍参謀長、第21軍参謀長、富山学校長などを経て、1940年8月、陸軍中将となった。同年9月、第21師団長に親保され、中国大陸を転戦。1943年3月1日、第23軍司令官。 1945年2月1日香港占領地総督を兼任して終戦を迎えた。1946年3月に BC 級戦犯指名を受け、同年10月9日に上海の米軍事法廷により死刑判決が出されたが、翌年3月に中国の軍事法廷により再び戦犯として起訴され、公州で銃殺刑に処せられた。関東裁判2号。 裁判資料は国立公文書館に収められている。ありがとうございます。